あれかな、両手持ちしたらパワー倍になるとかそういうことはないかな。はい。どうも、エルザです。それでは、ダークソウル3やっていきたいと思います。ちょっとなぜか原神って言いそうになったけど。こんな原神はこんな世界じゃない。いやー、さらにね、ちょっとね、変態度が増してきたけど、ギリね。体の発光具合がすごいんだよな。よし。後ろは反応してない。またしかもミリ残ってたね。うーわーうーわあんな野郎。待って、俺ここでつまずいてる場合じゃないんだよな。お、かけら。あ、やっぱ場合があるから。いいね。こっちを強化するべきだったか。落ちろ。危ない危ない危ない。ロックオン、ロックオン。よーし。そうだねー、ため付きうまく使っていきたいねー。防御力今ないからね、裸だから。よし。ちょっと回収しながら。間違えたー。よし、オッケー。で、これは降りよう。ふーっと降りて、ぶった切って、燃やして、天使野郎や。あの、ちょっと羽が生えてんだよな。燃えろ。はまるな。いやー、なんかパリーできる気しないんだよな。ういー。うわあ、マジか。スタミナありすぎじゃね？マジで。いやあ、距離取りながらも、投げてた方がいいかな。いやあ、前回と何も変わってない。変わったのは裸になっただけやわ。いやあ。いて。やっぱ強えなー君。ちょっと待ってね、試しにさー。
あーでもそんなにあれだな、やっぱ火力は乗ってないな。もう強いねやっぱね。ああ、なるほどね。まあでもそんなにって感じか。やっぱ鎧、今のはまあ鎧着てるからっていうところだろうな。一回行っちゃうけど、一旦これで。ほら、来いよ。ほら、投げ、投げてばっかじゃなくて。相打ち、マジで。ちょっと待った。ちょっと待った、この子、この子に、なんか、ドツボにはまってるね。いかんなぁ。おい。いて。そう来たか。ダメだ。変わったから攻撃しなかったのか。うん。ないんだよな。来ないね。よし。んで、あそこだな、問題は。これで経験値貯まるのはいいんだけどさ、やっぱ、あの天使様だよね。こっちから行ってみよっか。よし、やったね。お、兜。
いや、まあまあ、まあ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 、まあやっぱ変態なんだよな。普通にいいんだよな。痛い。んで、わあ、いっぱい下いるね。ここはね、何回か前で、気になってはいたから、なんかある？いきなり床が抜けるとかやめてね。なあ、自分から落ちた。なんかある。なんだこれ。お、アストラの直剣。何も来ないよね。あー、進行かー。うん、じゃあいっか。逃げろ、逃げろー、もう逃げろ。なんかすっごい投げられた気がするけど。いやあ、ちょ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 、ダブルは痛い、ダブルは痛い。やっべ、それ。あ、無理。あれかな、両手持ちしたらパワー倍になるとかそういうことはないかな。はい。ああ。君がね。いやー、全然倒せる気しないもんなー。ちょっと無視しよう。そっちか。すっごい後ろから来てる気はしたけど、来てるー。あー、お前も。帰っていったね。おお、ここいけるね。ちょっと行ってみようか。いけねえ。行ってねえなー。さあ逃げよう。いやでも多分ジャンプのし、いやー後回ししよっか。あんまりいいことなさそうだし。こっちは、いやー、さすがに。ああ、湧いてきた、湧いてきた。なことだと思った。危な。で、あと君だけかな？おう、エレベーターっぽいのがあって、どこつながる？あとさ、なんか死にすぎたせいかなんかわかんないけど、体黒くね？気のせいかな。投げナイフ。そんな投げナイフ使えますかっていうぐらい今あったね。あーは、あ、抜けれるんか。
いかんいかんいかん。ねえ、あれここ、あーショートカットか。あぶねー。あ、いいねー。ってことはワンちゃんがいるねー。いいって、いいってー、あの野郎。あれ、この上じゃなくてあっちか。オッケーオッケーオッケー。よーし。ああ。ああ、やっとショートカットが。じゃあちょっと、どうかしよっか。筋力。12だよね。特権はまあ足りないもんな。これも足りないね。技量20ぐらいやった方がいいのかな。じゃあちょっといろいろ調整してみようか。ああ、なるほど、そっち側に持つわけね。足りないね。進行が2いるね。ああ、なるほどね。なるほど。そういう感じか。一応ちゃんと手に持ってるんだね。こうやってね。能力アップし、目指してっていう感じかな。まあまあまあ、今回ここまでにして、次回はまた、頑張って、ショートカットしたからね、あそこの先を目指す感じにしていこうかなと思います。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃ、またねー。